小中大鳥居、白髭神社は、滋賀県高島市浮川にある神社。国志見在社で、旧社格は、剣社。別称は、白髭大明神、平明神。神門は、左三つどもえ。全国にある、白髭神社の総本社とされる。沖の島を背景として、美和後半に鳥居を浮かべることから、大見の五福島とも称される。 2015年4月24日、琵琶湖とその水辺景観祈りと暮らしの水遺産の構成文化財として日本遺産に認定される。祭神は次の一柱。国史に平神と見える神明が当社を指すとされており、元々の祭神は平山の神であるとも言われる。人格神が猿田彦命とされた由来は不詳であるが、猿田彦命は水尾神社の縁起。 三尾神社本土記にも見えることから、両者の密接な関係が指摘される。平山社殿では、水人天皇25年に大和姫命によって、社殿が建てられたのが、当社の創建であるという。また、白宝2年には、天武天皇の直死により、平明神の号を賜ったとも伝える。皇術の国史に見える神明、平神から、当社の元々の祭司は、 平山に対するものであったとする説がある。一方で、白髭信仰の多く分布する、武蔵国北部や大見国、地区全国にはトラ来人が多いことから、それらトラ来人が祖神を祀ったことに始まるという説も、ある。白髭神社が祀られた形態は、古西街道に沿って南下して繁栄した、白木系トラ来人が、道中の安全のために作った祠であろうと思われる。 白髭という社名は白木を延用した名称では、なかろうかと思われる。また白髭神社の鎮座する大見南部や道上が多く、鎮座する池田軍、猿田彦命を祀る一シリング軍の分布から、本来は渡津民族の流れを汲む兄氏の祖神を祀ったものとする説もある。当社の周囲には、背後の山中に横穴式石室が残るほか、 山頂には岩倉と古墳群が残っている。国史では上岸7年に平神が14人下の深海を賜ったとの記載があり、この平神が当社に当たるとされる。ただし、演技式新名帳には記載されていないため、当社はいわゆる国史未在者に当たる。公安3年の平章の絵図では、白髭大名人と見えるほか、太平記巻18では、 白髭明神という記載も見える。また、洋曲、白髭では、当社が舞台とされている。その後、慶長年間には、豊臣秀頼によって、境内の整備が行われた。慶安元年には、主因地として100国を受け、後には189国余りとなったという。明治に入り、1876年に、近代社格制度において後者に列し、 1922年に、剣社に昇格した。社殿境内は、慶長年間に、豊臣秀頼によって整備が行われている。また、オトリーは、琵琶湖中に建てられ、白髭神社のシンボルとなっている。鳥居について古くは、公安三年の絵図では陸上に描かれているが、その後の琵琶湖の水上昇に伴い水中に立つようになったと伝える。 その伝説に基づいて1937年に大阪市東区土正町の薬丼や小西休米によって鳥居の寄進がなされ、1981年に現在に見る鳥居が再建された。若宮神社系大社として11社が鎮座する。本殿裏の石段上の10社は上宮と総称される。例祭は次の年2回。所在地交通アクセス。 ありがとうございます。